生産工場において故障は諸悪の根源と言えます。なぜならば生産がダウンする、納期の達成が難しくなる、製品不良が出る、安全が阻害されるなどなどの悪現象を次々と引き起こし、現場はそれに振り回され無駄な消耗をしています。その結果生産コストを引き上げ、全く良いところなしになってしまいます。生産工場のあるべき本来の姿とは、不良ゼロ連続生産です。しかし現実には、故障の多発により不良ゼロ生産とはおよそ程遠い状態にあると言えます。不良ゼロ連続生産を実現するためには、まず諸悪の根源である故障を撲滅することが不可欠です。故障ゼロに挑戦し実現するためには、今発生している故障を生きた絶好の教材と考え、その故障から原因を正しく突き止め再発を防止するという能力を学び取ることが大切です。A 社のことである。3ヶ月間にわたって発生した故障原因の調査分析を行ってみたのでした。その結果、実に約 93% の故障が設備に関わる人間のやるべきことをやらない、守るべきことを守らないということに起因していたのでした。しかもそのうちの 45% が設備を使用する上での基本条件である清掃、給油、増し締めを行わなかったことによる故障だったのです。ところで故障というと、機械が壊れて止まることと考えている人がほとんどではないでしょうか。しかし故障とは単に機械が壊れて止まることのみを指すものではありません。故障の語源を見てみますと、人間が故意に障害を起こすという意味であることがわかります。つまりやるべきことをやらない、守るべきことを守らない、いわゆるわざと障害を起こさせるという意味なのです。このことは A 社の故障の原因分析を見てもお分かりいただけることでしょう。故障とは単に壊れて止まるという認識ではなく、設備に関わる人たちのやるべきことをやらない、守るべきことを守らないことによって設備の各部位部品を悪化させ、それによって発生させている全ての不具合を故障と認識することが重要です。そしてこれがタイトルでいう故障から学ぶの第一歩なのです。